はいはい、日付変わって本日英語物語スペイン復刻イベント最終日ということで、水風縛りコストなしをやっていきます。まあ、まとまってはないんですけど、ていうかこれちょうどあと1回でチケットあれなんで、もうこれやらずに動画用に一線取っといたんですけどね笑いという感じで、まあこんなデッキかなーって、別にそこまで勝率いいわけじゃないですけど、ていうかここ 1,2 戦でここにたどり着いた、初戦やっぱウサよりは幅切れた硬い方が風に対して火が強いということで、うん、他にあのあれロシアのあの欲しいやつあれが幻突できてないんでということで、で1ターン目はまあ恩寺入れて、恩寺は一応幻突しとるけど他のが落ちたりんで、まあ結局これかなって、風を 50% 防げるしって。で、その2体折って1体耐えたら、C 様が前倒しで出てきて、まあ火も入ってというところで。で、次は、まあこれも1ターン早めに行ったらということで、まあタヌで、まあこれも落ち足りてないですけど、風属性で叩いて、最後は、まあもうここら辺は遊びというか、蘇生よりはこっちかなって、まあ連続攻撃を継承しつつ吸ってという感じで、まあ初手の幅切があれかなって、にでもまあ水火で、うん、6割だったか風だと、補正効くから補正というか、まあいいや、とりあえずやっていきましょう。ちょっとあれだね、脳みそが飽和状態になってきましたね。ロシアのあれがおると、はばきを後ろに回してっていうデッキを組めるんですけどね。やっぱはばきはあれだな、最後か。2番手には置きたくないな、最後に入れたいな、やっぱ入れるなら、初手よりは。来るな、みんな。ガールでも結婚しとるかっていう話にならんのかな、ダメかな。オズン様はなかなかあれだろうな、 2,3 年やっとる人じゃないとオツ足りんだろうね多分。そうそう、このエトナさんが欲しいんだわ。エトナさんだと恩師の恩厚受けんでいいでね。オツしてないと火力が足りんってなるんだね。自分だと1オツぐらいだから、ちょっと実戦に出すには辛いよなーっていうのが。オンジュはでも敵味方どっちにおってもめんどくさいね。でもパレンケが来るんだよね、やっぱな。パレもオツが足りてないので使ってもなんかあんまりしっくりした結果ならんかったんで変えました。もうとにかく負けたら負けたらなんか気になったところを変えてて、逆に敵味方問わずいいところあったのをキャラを入れてみて試して試しての繰り返しですね。もうこれはあれだもんね、机上の理論通用心から英語問題をまあミスした時とか、あの回線が切れたりとかスキル忘れやタゲがしくったとかそういうのがなければ、まあデッキを見直すのが一番あれだよなーで、何見直しだよなーで、あ、あかんことやったね。伊鳩先生入れてもさ、あの火力が弱いんだよな。それが困るんだよな。あ、確かに2つ下げるのはいいけど、遅延させたからって火力が弱いし、今日のレギュレーションだとマイナス属性で、要は風に対して弱いし何もできんという状況になっちゃうね。エドナさんはでも強いな、やっぱり。
提供するじゃダメか。そうだな、エゾナさんとこの会が来たらチケットでこれオツさせようかななんて考えてますけどね。集めやすいね、 ZR で。あのドイツのおっさんよりはあれだもんね。もう俺これ知らん。いやこれ消去法で消した、全部合うわけないもん、他のが。イハトは残ってもあれなんだよね、本当に。止めるってことはできるけど、止めただけっていうふうになっちゃうもんね。そうだよね、これ確かにハバキとロシアの名前出てこん。あれが2体現像としてるとあれだよね、初手にあれ入れて最後の方にハバキ入れて、うん、こういう構成ができるもんね。ハバキにあれだな、回復を、回復じゃない、蘇生のいた子がおるとあれだね、辛いね。さらに全員攻撃だったか、あれなんか最強の組み合わせだね。ここでカロがおるとよかったけど。お、回復出るんだ。でも俺は水だで、あれか、回復させても、あれ水じゃ、よかったよな。フェンスと入り口ってダメかな、遠いかな。蘇生の手数、はばきがやっぱ固まったとこはあれだね、あの重いね。これはあれか、トータル的に言うとはばきの数とかで左右されるかなと。 Thanks。 火水でコスト制限で使うごついやつって Thanks。 あれだもんね、はばきかロシアのしかいないもんね。三河先生とかだとちょっと足りんよね、新潟んとかじゃ。このアレンジ来るとこれを間違えるわ。あ、今のあれ見るの忘れとった、あのなんとあの問題、オンのやつ。あれ最近の問題で出せんか、これって。最近解いたやつでこれでダメだよね、出せんよ、出せんか、だあれ出せんか、これって最近解いたやつで出んのか。あ、そうそう、あ、よかった、最近解いたやつで出る。あれこれは最近の問題、3回しかやってないぞ。でも間違えてなくて、なんで俺回ってたんだ。だから親のおかげで私が、今日の私があるってことは言いたいんでしょ、要は。でそれを書き換えるときに、それが分かったから消去法で消しちゃったんだね、多分。send は1、give は、与えるはあれだな、lend なんか違うしというところで。でもまあデッキに戻そうか、話としては。そうだよね、この感じでいくと、1ターン目がこんな感じで見ていくと、これが俺はあれなんですよね、
オツできとる入れて、これ多分オツできとる人ほとんどいないんじゃない、その課金は別として。いや、やる気になりゃできるけど、そこまでしてなんか集めるあれ、まあもちろんおった方が絶対これは優位性高いですけど、多分エトナさんよりあれかな。そう考えると今の風水のレギュレーションでエトナさんは地味にあれだね、あの ZR だから集めやすいし、かつ体力の方が多いから一番手に向いてますよね。特に風の方が強くなる、風水のレギュレーションだと火力が弱いっていうのが難点だもんね。これ幻突しないと1ターン目入れるとなんか本当自分ぐらいになるとちょっとあんま役に立たんかった、なんか仕事してないという感じだもんね。だから恩師の方がまだ火力弱くても風止めるし、結果的に言うとこのハバキと恩師でまあ2人でどっちか合わせて1ターン粘ると、あとのシーサマタヌがまあもちろんイハト先生が来て止められる、まあさっきみたいなパターンは多々ありますけど、そんでもイハト先生に止められたって結局止まった時の捨てを比較してもシーサマとタヌとイハト先生比べはこっちの方が高いから、まあ止められてもいいかなって。もちろんハバキとか追って止められたら辛いですけどね。最後のカロはまあこれ好みだね。蘇生がまあ大体自分の傾向としてはみんなおるから、蘇生を避ける傾向がある、どっちかいうと。あと遊びっていうかな、なんか他のことしたいっていうのあれで、まあでもカロ入れとった方が昼間やっとった時はまあ残れたかな。初手をはばきにしてからなんとか良くなった。それまでタヌ使ってたんですよ。うわ、ウサだ。単純にソース手が高いから、一応自分幻突できとるんですよ。これ、まあ、意外にあんま仕事しなくて、で対戦の途中で出会った人とか見とって、なんかごつそうなデッキ見ると初手にロシアのあの幻突したやつ、多分幻突してあると思う、あれはあの与えたダメージのとこから見とったら、これクレムリンだ。1ターン目にクレムリン入れて、あ、初手2巻で、次にエトナさんでシー様タヌ、最後は最後まで出んで誰かわからなかったですね。まあ多分ハバキとかそこら辺を、多分ロシア持っとるってことはそこら辺を持っとっても多分 2,3 人集めないと集まらんと思うから、まあそういう構成がこのレギュレーションだと一番あれかなって。要は効果力とかいうかソース手が高くて風に対して火が強い、その組み合わさったキャラを持っとるのがまあ優位性高いんじゃないかなという感想でしたね。最後なんかはあれだよね、止まってもカロよりハバキの方が案外鬱陶しいかもね。1体だけならあれけど2体おるっていう可能性もあるし、うん、まあそんな感じでいい切りでチケットも1枚集めて本日最終日で、まああれか、今週協力イベントもあるし、まあまたまた頑張っていきましょうというか、それよりあれですよね、とにかく自分で言ったらあれだね、英語の問題をこなすことだね、ひたすら。こんな感じでやっとんすか。2アカウントやっとるから倍以上あるから、1日400、500問は最低ノルマにしてますわね。うん、それぐらいでもあんなしょっちゅう多分動画でやっとるとなんかポロ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 取りこぼしあるから、特に似たようなスペルとかあれほんとやられるもんで、もうあれはほんと暗記レベルで、解説をもう自分の口で喋ってイベントやれる場面を落とし込んでやっていきたいですね。という感じでまた明日からというか日付変わって今日ですけど、まあ英語楽しんで勉強していきましょうという感じで、はい、そんな感じで英語物語対戦イベント復刻スペイン最終日コスト無制限水風でした。そんな感じで終わり。